はい、どうも。今日ですね、会談形式でお話をしていこうかなということで、一応今私のエジプトのご近所に住まわれている佐藤先生にちょっとお越しいただきました。あ、その前君、あ、どうもどうも。アミレ、お元気ですか？簡単にちょっと自己紹介させていただくと、佐藤先生は今、二拠点生活みたいな感じなんですかね。完全二拠点。はい。と、日本に住まわれてて、日本では、世界史の先生。代々木ゼミナールの世界史講師、皆さん知ってますか？で、先生、YouTube のチャンネルもやられてて、はい、24,000いったからね。おー、すごい。うちよりも確実ですね。概要欄の方にチャンネルも貼り付けて、よろしくお願いします。見てもらえたらと思うんですけど、はい、今一応エジプトではうちのご近所たちと回れてて、いろいろ仲良くさせてもらって。こちらこそ仲良くさせてもらって。すみません、ありがとうございます。今日はですね、ちょっとエジプトの現状の話と、あとはその今後エジプト旅行をしたいという方向けにですね、こういったことを知ってたら、エジプト旅行が楽しくなりますよっていうお話をできたらいいかなと思ってまして、動画の方回してますと。簡単にお店の紹介もさせていただくと、ここがラドレというお店になってくるんですけど、ラドレって知ってる方も多いと思うんですが、フランスで有名なマカロンのお店ですよね。エジプトにも結構たくさんあって、パリ日本店、日本にもあります。いい値段だよ。ここができたのは確か多分今年だと思うんですよね。最近エジプト政府もこのピラミッドエリアの周りにレストランを作り始めてて、今結構エジプトではトレンドになってる、美味しいマカロンが食べれて後ろにピラミッド見えます。合わないしマカロンとピラミッドだって。いや、ヨーロッパの方とかはみんなここに来て写真撮られて、マカロンと一緒に。この動画を見てエジプト旅行に興味があるっていう方は、この店来てみたいなって思われる方、本当と思いますよ。本当、はい、もうここでお茶しながら優雅にピラミッド見れたらいいなって思って、ちょっと話が終わるんですけど、最近のちょっと現状のエジプトの旅行に行ってみたいっていう方って、多いとは思うんですけど、うちの方に向く DM 最近多いんですけど、気になられてる方が多いのが、イスラエルの戦争ですよね。ごちゃごちゃパレスチナとやってるので、なのでエジプトの治安定が悪化してるみたいなに思われてる方が世界中で今多い。実際僕も佐藤先生もエジプトに住んでるわけじゃないですか、はい、エジプトに住んでる人からの意見としては、イスラエルの戦争の後と前で何か変わったかって言ったら何も変わってないですよね。そこがすごく不思議でしょうがなくて、エジプトに住まわれてない方のイメージとしては、イスラエルの戦争が起こったことでエジプトの治安が急激に悪化して、もう旅行に来れるレベルではないって思われてる方がめちゃめちゃ多いんですよ。実際住んでる側からすると何も変わってませんよって。これね、まず日本人の人たちに聞くと感覚が何かというと、もうエジプトっていう国じゃないんですよ、中東と呼ばれる一つのまとまりであって、エジプトもシリアもヨルダン もう全部一緒です、イラクとエジプトも一緒に隣にある国みたいに思ってるんですよ、もうほとんどですよ。だからエジプトのいろんなものに近い我々は分かってるけど、あとは僕の YouTube 見てる人は分かってるけど、そうじゃない人たちはまずそこがまずその認識、エジプトが隣だから危ないというよりは中東全体が同じように危ないっていう風になってるんで、欧米人は僕のその旅行の感覚としてはもうめちゃめちゃ多いですよ、すごい来てます。特にスペイン人とかイタリア人は昔より多いです。あ、本当ですか。なので安くなったからですよ。あ、ポンドが安くなってユーロが高くなってるので、そういうのがあって多くなってるので、それ日本だけですよ、中国人も台湾人も東南アジアの人もみんな来てますもん。だって結局は日本人の中東っていう枠組みの広さ、広すぎるだけの話で、怖いんでしょ、ただ単に。でもこれ正確に言うと、エジプトって中東じゃなくて北アフリカだよ。いや、アフリカだよ、中東じゃないですよ。だから同じイスラム圏って感じ、イスラムだから。例えば昔マレーシア航空がウクライナの上飛んで落とされたじゃないですか、ああいう感覚ですよ。だからエジプトに飛行機で飛んでると撃ち落とされるんじゃないかとかって思ってる人絶対いますよ、本気で。もともとでもエジプトってそんなに治安が昔良くなかったので、なので治安が悪いのがさらに悪化したんだって、その昔のイメージがずっと続いてるので、今のエジプトだ、一回来た人は言いますよね、全然危なくないし逆にすごくいい。
で僕なんか感じるのは日本にいるよりも治安がいいですよ。だって家とか襲われないですもん。だってそれくらいヨーロッパよりもエジプトの方が治安がいいですよっていうのが僕のこう肌感というか、はるかにです、はるかにいいです、うん、だって街歩いてても物取られないしひったくりもないじゃないですか、この国は。でもイタリアなんて街歩いてたらひったくられるわけだし、それはないけど、そういう感覚よりはイメージですよ、このエジプトに対するというか、その中東に対するイメージの悪さ。だからエジプトってそのポンドがなんとかだって言って経済危機だとか言って、よく日本でもニュースになってるじゃないですか。そういうのもまた経済危機イコール治安の悪化みたいに日本人はイコールで取るんですよね。だからそれも多分あります、エジプトをちょっと拒否してる理由っていうのは。なので一応この動画でお伝えしたいのは、エジプトはイスラエルの戦争とは基本的に切り離して考えてもらった方がいいですよっていう。ちょっと旅行の宣伝みたくなっちゃうけどあの来たいんだったら来た方がいいし、うん、いや黙ってたら旅行代上がりますよ本当に。早く来た方がいいっていうふうにみんなに言ってるんですけど、そうないともうどん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 上がって安くなることは絶対ない。日本円高にならない限り安くなることはないです。だから本当にこの機会に本当に来てもらって楽しんでもらえたらと思いますし、だからまあ安心してくださいっていうところで、ここから先はこれでエジプトに安心して来れますねって、まあ、皆さん理解してもらえたということを前提にちょっと話をして大丈夫かなそんなエジプトに今2年半くらい、もしくは3年くらい経ちますけど、実際やっぱいろんなお客さんとかも毎週のように来るので、ご案内とかもしたりはするんですよね。いろんなガイドさんについて回ったりもしますし、それこそ佐藤先生のツアーにも行ってみて、上での感想にはなってくるんですけど、エジプト旅行をもう100倍楽しむためにはガイドがキーになるなっていうのが、この3年間こっちに住んでみた上での感想なんですよね。エジプトの歴史ってすごく長いじゃないか。紀元前4500年前がスタートですよね。だから今からすると6500年前からこう始まってるわけじゃないですか。それを、まああんまり良くないガイドと行くと、どういう話をするかっていうと、第何とか王朝が何々とか、第五朝王朝が何々とかいう、もういわゆると昔の中学の社会の先生が言うようなガイドの仕方をするんですよ。でも僕みたいな、そのエジプトの歴史にあんまり詳しくないっていう人がそういうガイドに着くと、もう何を言ってんのかもうさっぱりわからない。もう理解ができないっていうとこなんですね。一応その遺跡とか行くと、昔からあるものだっていうのもわかるし、壁画とかを見て、あ、綺麗だな、すごいなっていうのはあるんですよ、感想としては。ただそれで終わっちゃうんですよね。でもその遺跡が何のためにあるのかとか、どういった背景で作られたのかとか、こういった歴史がありましたよっていうことが分かりやすいガイドさんが解説をしてくれると、エジプトの旅行ってもう何百倍も楽しくなるっていうのが、これって野崎さんがいつもそのクライアントさんが来た時に旅行するじゃないですか。ガイドさんっていつも同じ人ですか？結構バラバラです。バラバラだから分かるんだ。ああ全然違います、はい、全然違います。ガイドさんは一応こっちの法律で案内をするときにガイドさんをつけないといけない、観光ライセンスを持ってる人をつけないといけないってなってるんで、お願いはするんです。法律がそうなっちゃってるんで、うん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 、ただガイドさんはついてますけど、正直僕が話してます。僕のこう話は全部佐藤先生側の受け入れなんですよ。だから佐藤先生のカンコピー、カンコピーになってないですけど真似して話してこれおかしいの。野崎さん僕のレクチャーをやるとめちゃめちゃ質問する人、あの時ね14人ぐらいいたけど、一番質問して最後まで捕まるパターン、それだったのか。あの質問の内容はここで使うためそれを全部うちのお客さんとかにこうですよっていう、まあ、楽しんでもらおうと思ってるからですよね。佐藤先生のツアーに参加してみて思ったのが、これは分かりやすいって思ったのが、エジプトの歴史を大きく分けて3つに分けてたんですよ。もともとのエジプトの歴史っていうのが紀元前4500年前から始まってますよと、そこから王国、中王国、新王国っていう風に歴史が流れてきますよっていう、この3つに分けて、王国はこういう時代でこういう遺跡があります、中王国がこうです、新王国がこうですっていう風に説明してくれるだけで、それだけでエジプトの旅行ですごい楽しくなるんですよ。でもそれを質の悪いガイドだと大なんとか王朝とかって言われちゃうんで、もうちんぷんかんぷんになっちゃうんですよね。で今この後ろに見えてるこのピラミッド、これがいつの時代のものかっていうと皇国なわけですよ。で本当エジプトの歴史の初期の初期の時に作られているものがこれですよ。でこれが下の方のルクソルの方に行ってくると中央国新王国になってくるから、もう全然時代が違いますよっていう。でこの時代が違うっていうところで全然建造物も違うっていうことが分かってくる。これは日本に例えて分かりやすいんですけど、日本も戦国時代、徳川の時代、明治時代に流れてくるわけじゃないですか。当然明治時代の建造物と戦国時代では全然違うわ
けですよね。それくらいエジプトの歴史も長いから全然違いがあるんですよっていうのを最初に説明してくれるんですよね。観光客の人ってのは何を求めてるのかなっていつも、例えばこれを見て何年前ぐらいにできたもので、うん、わすごいってそれで満足なんじゃなくて、そうでもないの？最初のきっかけはそうだと思います。知名度で言ったらすごい高いじゃないですか。うん、もう世界中の人が1回は見てみたいって、うん、でその1回を見てみたいっていう気持ちってどこから来るのかなっていうことを考えると、古いものだったらみんな知ってるわけです。昔からあるもの、はい、でどういうふうに作られたかわからないっていうそのミステリーというか謎にこう魅了されてくるんだと思うんですけどね。うんうんうん、最初のきっかけは多分それだと思うんですよ。うん、ガイドが悪いと、ああなんかすごいで終わっちゃう。でもそこに初めて正しいガイドがついてくると、こういう背景だったんだって言って、当初予定してたよりも何百倍も楽しくなるっていうのが僕のこう感覚。じゃあこれもしかしてガイドが悪いと本人気づかずに、うん、それだけの状態で日本に帰るってことが起こるってことだよね。あ、全然起こると思います。そうだよね。でもそれでも多分満足度は高いと思うんですよ。だって見たかったものだし、ああすごいこんなものが昔からあるなんてってなるんですけど、うんうん、でもそこにプラスアルファでこういう歴史背景とかを知るともっと楽しくなりますよっていう、うん、今ね YouTube にしてもテレビにしてもエジプト文明とかこれエジプトの観光に関してはすごいいっぱい出てるじゃないですか。うん、でみんな行きたいと思ってるわけですよ。じゃあ実際にお金すごい高いですからね、来ても来ます。旅行会社って来ることだけを一番優先してるんですよ。来てくれたらいいんです。うん、帰ってくれたらもうそれでいいんで、うん、それだとダメなんですよね。観光ってのは本当は終わった時にあーすごかったなっていう風に言って帰ってもらえばいいんですけど、多くの場合は疲れたとかなんとかとかもう嫌だなって言って帰る人が実は多い。それは例えば1週間とかいるとそうなるじゃないですか。それなんでかって言ったら今野崎さん言ってる遺跡が全部同じようにしか見えないんですよ。全部石っこの塊みたいな。それが最大にエジプト旅行が広がらない理由です。帰った人たちが疲れたとかお腹痛くなったとか騙されたとか言うじゃないですか、みんな。それだもん、来なくなっちゃいますよ。残念。これが失敗なんで、いや本当はね来る前にちょっと勉強してから来るのが一番いいんですけど、そんな細かくなくていいんですよ。細かくは知らなくてもいいんですけど、でもちょっとだけ勉強してから来るともうちょっと見たい、あそこが見たいってなるし、それこそルクソールとここなんてここがエジプトだと思って帰る人いるじゃないですか。いやエジプトは南エジプトです、やっぱりエジプトは。そうですね、日本で例えるならばここはもう東京みたいなもんなんです。そうなんです。そうなんです。ルクソールが京都みたいな感じなんですよ。そうなんです、その通りです。だからそれを間違えてしまってエジプトは騙されるとこだとか、ぼったくりだ、ぎゅうぎゅうだとかって、まあ、そういう場所もあるけど、それは一般じゃないんです。うん、そういうのを間違えてこう行きたい人が伝えちゃってるんですよ。だから本当エジプトを楽しもうと思ったらルクソールなんですよね。よその通りです。本当に、まあ、やっぱこっち住んでるからこそなんかお伝えをしたいのが、この国ってやっぱ世界中から観光客が集まるんですよね。それくらいやっぱ魅了されるものがあるわけですよ。ピラミッドとかで行ったら、それこそお金をかけたら似たようなものってサウジアラビアでもドバイでも作れるとは思うんですよ。でもじゃあお金をかけて全く同じものを作ってもそこに人は感動するかって言ったら何の感動もしないわけですよ。やっぱここが4500年前に作られたというこの歴史の深さに人は感動するわけですよね。これはもう世界中どの国も真似ができない唯一無二のものだったりするわけですよ。それくらいやっぱりここは魅力がある国だし、でもそれをただ単純に石として見ちゃう、まあ、ただ歴史が古いものとして見ちゃうだけじゃなくて、そこにいろんな時代、いろんなストーリー、物語があるわけですよ。その物語を知ると、だってこれアニメとか漫画もそうじゃないですか。最後の結末だけ見てなんか勇者がボスを倒したっていうだけ見るよりも、その物語を見た方のが映画もアニメも楽しいわけじゃないですか。そう、興奮してる興奮してる。だから僕はその物語を分かりやすくエンターテインメント性を持って皆さんに知ってもらえたらいいかなって。そうしたらエジプトの旅行はもう何百倍も楽しくなりますよっていうのをお伝えしたいかな。よくロマンっていうじゃないですか、古代のロマンって、これ何なのかです。くだらないっていう人いっぱいいますよね、日本でもね。このロマンっていうのはよくいろんな教授やいろんな人がこれは何でした、墓じゃないって言うんだけど、どれも本当はわからない。これなんでかって言ったら文字自体が全部解読できないんですよ、崩れてて。ってことは想像しかないんです。つまり一般人、野崎さんでも僕でも知らない人でもこれ何じゃないのって
想像できるから人によって答えが違うわけですよ。これもしかしたらこうなんじゃないのとか、これって本当は違うかもしれないよねっていうのが本当は言えるんです。これが全部分かってないから面白いんですよ。文字が 見えないから。それが僕はこういうところに来て楽しめる、うん、想像自分でできるから。ただ単に人の話聞いて面白いじゃなくて、これこうじゃないですか、ああじゃないですかって。知ってます、野崎さん僕の相談に対してずっと質問してるんですよ僕に14人もいるのに一番前の方に座ってすっごい質問する。じゃあ野崎さんがエジプトのことをいっぱい知ってたかっていうと、知らないですよ。知らないから余計聞きたい、僕こう思うんですけど、ああ思うんですけどって。これが実はロマンだと思います。うん、楽しい。概要欄の方にリンク貼っていくので、ぜひちょっとそのエジプト旅行に興味がある方は、先生のツアー、次エジプト決まってます？9月。9月ですか。9月、正月でもいいの。ツアーじゃなくても行きたい人いるじゃない、時間合わなくて。そしたら来てくれれば前もってね、その準備できるじゃないですか。そしたらついてってあげられるから、それでもいいんじゃないかなと思うね。先生のツアーは結構うちのクライアントも言ってるんですけど、めちゃめちゃおすすめなんですよ。おすすめですよ、はい、今日はそういう回でしたけど、まあ、なんでちょっとまとめると、今のエジプトはイスラエルの戦争とかも気にしなくて大丈夫ですと。もう本当に安心して来れるので来てもらえればと思いますし、その時にはぜひその誰にガイドをお願いするのかがすごく重要なポイントにはなるので、本当に興味がある方はぜひちょっと概要欄に貼っときますので、チェックしてもらえたらと思いますので、引き続きまたいろんな動画出していきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。これ野崎さんになんか得する動画なのかな。いや得しますよ。あ、そうなの、本当に。元の良さをも知ってもらえたらって。不動産来てくれればいいってこと、はい、あ、そっか不動産高くなってから早く買った方がいいよ本当にそんなところで、はい、はい、よろしくお願いしましょう。今週からマサラマでバイバイ